『音楽の日2024特集』ナンバーアンダーライン愛のスペシャル広告が新宿駅に登場ナンバーアンダーライン愛の新宿広告に隠されたメッセージを解説都会の雑踏の中で日々の喧騒に追われる人々が一瞬の安らぎを求める場所があるそれが新宿駅の京王線と JR の連絡通路だ今年もその場所に 豪華なアーティストたちの熱唱写真が掲示された。その中でも特に注目を集めているのが、ナンバーアンダーライン愛のゴートポーズのスペシャル広告だ。私たちにとって、音楽の日は特別な日であり、期待感と興奮が交錯する瞬間である。今年のテーマは、ホープ、音楽の力。このテーマに込められた意味とは何だろうか。私たちはその答えを探るために、 広告の背後にあるストーリーリや、音楽の日がもたらす影響について考察してみることにしたまずナンバー・アンダーライン・アイのゴートポーズに込められた意味を解き明かすことから始めようゴートとはグレイテスト・オブ・オール・タイムの略で最も優れた存在を指すこのポーズはナンバー・アンダーライン・アイが音楽界において最高のパフォーマンスを披露するという決意の表れであり彼らの自信と情熱を象徴している 新宿駅に掲示されたこの広告は、ただの宣伝ではなく、彼らのメッセージが込められたアート作品なのだ。音楽の日の放送が近づく中、私たちは過去のイベントの思い出を振り返りながら、今年の新しい展開を楽しみにしている。去年の音楽の日では、事務所 G を超えたダンスバトルが大きな話題となり、多くの視聴者がその圧巻のパフォーマンスに釘付け気になった。今年も同様に、 豪華アーティストたちの共演が期待されており、その中でも特に初出演となるナンバーアンダーラインア i のパフォーマンスが注目されている。私たちの心に残るパフォーマンスとは、どのようなものだろうか。ナンバーアンダーラインア i がどの曲を披露するのか、彼らのステージパフォーマンスはどのようなものになるのか。その期待感は、ファンだけでなく、多くの音楽愛好者に共有されている。特に地方に住む人々にとって、 このような広告や放送は、遠く離れた場所でもアーティストたちの熱意を感じる貴重な機会となっている。新宿駅の広告を見て喜ぶファンの声からも、その熱意が伝わってくる。音楽の日の放送が近づくにつれ、私たちはその準備の一環として、アーティストたちのバックグラウンドや制作過程にも目を向けてみることにした。彼らがどのようにして一つの曲を完成させるのか、 そのの過程にはどんなドラマがあるのかこれらの疑問を解き明かすことで私たちは彼らの音楽に対する理解を深めることができるだろう例えば No.underline-i が今回披露する曲 No.underline-yes の制作背景にはメンバーそれぞれの個性や経験が反映されていると言われている彼らがこの曲に込めた思いとは何だろうかそれを知ることで 私たちは彼らのパフォーマンスをより深く楽しむことができる。また、音楽の日が持つ社会的な意義についても考えてみる必要がある。音楽は人々をつなげる力を持っており、その力は時に言葉を超えて私たちの心に響く。今年のテーマ、ホープ音楽の力は、まさにその力を象徴している。私たちは日々の生活の中で様々な困難に直面することがあるが、 音楽はそのの困難をを乗り越ええるるための希望を与えてくれる存在だ音楽の日を通じて多くの人々がその希望を感じ共有することができるだろうさらに音楽の日がもたらす経済的な影響についても考察してみよう大規模な音楽イベントは多くの観客を集めるだけでなく関連する産業にも大きな経済効果をもたらす広告や放送に関わる企業 イベントの運営に携わるスタッフ、アーティストのマネージメントチームなど、多くの人々がこのイベントに関わっている。音楽の日が成功すれば、それは彼らにとっても大きな喜びとなるだろう。最後に、音楽の日の意義を私たちの生活にどう取り入れるかについて考えてみよう。音楽は私たちの心を豊かにし、日常のストレスを和らげる効果がある。日々の生活の中で、 音楽を取り入れることで、私たちはより豊かな人生を送ることができるだろう。音楽の日は、そのきっかけを与えてくれる特別な日であり、私たちにとって大切な瞬間となる。私たちの期待感と興奮は、まるで新しい冒険の始まりのように高まる。音楽の日が私たちに提供するのは、単なるエンターテインメントだけではない。それは、共感と連帯の瞬間でもある。 アーティストたちがステージで見せるパフォーマンスは、彼らの努力と情熱の結晶であり、私たちにとってもインスピレーションの源となる。ナンバー・アンダーライン・アイのゴートポーズに代表されるように、彼らの音楽とパフォーマンスは私たちに挑戦し、感動を与える。それは彼らが自らの限界を超え、新しい高みを目指す姿勢を象徴している。私たちもまた、 彼らのように自分自身の目標に向かって努力し続けることの大切さを再認識することができる。音楽の日を通じて私たちはそのメッセージを受け取り自分自身の人生にも取り入れていくことができるだろう。今年の音楽の日の放送には多くのサプライズが待っているかもしれない。新しい楽曲の初披露や特別なコラボレーション、さらには予想外のゲスト出演など そのすべてが私たちを楽しませてくれるだろう特にナンバーアンダーラインアイがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかは多くのファンにとって最大の関心事である彼らの新しい楽曲がどのように受け入れられるのかその反応を見るのも楽しみの一つだ音楽の日のもう一つの魅力はその多様性であるジャンルを超えたアーティストたちが一堂に会しそれぞれのスタイルと個性を発揮する この多様性こそが音楽の力を象徴していると言えるだろう異なる背景を持つアーティストたちが一つのステージで共演することで私たちは新しい音楽の可能性を発見し互いに影響し合うことができる例えば去年の音楽の日ではあるロックバンドとクラシックのオーケストラが共演し観客を驚かせた普段は交わることのない二つのジャンルが融合することで 生まれた新しいサウンドはまるで魔法のように私たちを魅了した今年も同様に予想外のコラボレーションが期待されているどんな組み合わせが生まれるのかそれがどのような化学反応を引き起こすのかそれを見届けるのも音楽の日の醍醐ご味であるさらに音楽の日の放送はアーティストたちの人間性にも触れる機会を提供してくれる彼らが音楽にかける思いや 楽曲に込められたメッセージ、さらには日常のエピソードなど、普段は知ることのできない一面を垣間見ることができる。これらのエピソードを通じて、私たちは彼らをより身近に感じ、共感を深めることができる。アーティストたちの素顔を知ることで、彼らの音楽がさらに豊かに感じられるのだ。地方に住む人々にとって、新宿駅に掲示された広告を直接見ることは難しいかもしれないが、 SNS やインターネットを通じてその情報を共有することができる。写真や動画が瞬時に拡散され、多くの人々がその興奮を分かち合うことができる。これはテクノロジーの進化がもたらした新しいコミュニケーションの形であり、私たちの生活に深く根付いている。このように音楽の日は私たちにとって単なるイベント以上の意味を持つ。音楽が持つ力を再確認し、 その力を通じて私たちの人生に希望をもたらしてくれる。アーティストたちの情熱と努力が詰まったパフォーマンスを目の当たりにすることで、私たちは自分自身もまた、新しい目標に向かって努力し続ける勇気を得ることができる。今年の音楽の日が、どのような感動を私たちにもたらすのか。それはまだわからない。しかし、期待と興奮が高まる中で、 私たちちはその瞬間を待ち望んでいるナンバーアンダーラインアイをはじめとする多くのアーティストたちのパフォーマンスを通じて音楽の持つ力を再確認しその力を日々の生活に生かしていくことができれば私たちの未来はより希望に満ちたものとなるだろうあなたは今年の音楽の日にどんな期待を抱いているだろうかどのアーティストのパフォーマンスが一番楽しみだろうかその期待を胸に 私たちはその瞬間を待ち続ける音楽の日がもたらす感動と喜びを共有し共にその力を感じよう